皆さん、こんにちは。お題いまん TV ですえ。たびたびこあの、この動画でも挙げております日本とユダヤとの関係ですね。まあ、一般にあの日ユ同祖論と言われるものなんですが、えーまあ、あの多くの人が、ね、ちょっとあの誤解していますがあのは日ユ同祖論と言いますと、日本人とユダヤ人との祖,、えー、まあ祖先が同じだと、ね、あ幅広くそういうふうに捉えてしまうことがあるかと思うんですが、 ここで言っているあの同祖論というのは、日本人とユダヤ人が遠い過去においてですね、えー、血がつながっているという意味なんですね。えー、そういう形で、まあ、日中同祖論があの言われていると、えー、いうことですね。えーまあ、DNA の関連から、えー、日本人の、ね、65%ぐらいが、えーまあ、ユダヤ人の関連するそちらのね、 遺伝子情報を持っているというようなことも、まあ、分かってきているわけなんですね。で、この日誘導ソールについて、じゃあ、外国の人はね、まあ、どんなふうにこれ見ているのかと。まあ、そんな動画がありましたので、これをですね、外国人の意見といったものなかなかの面白いものがあるんですね。これを翻訳して、お知らせさせていただこうと思います。で動画の中ではですね、 えまあ動画主の、主の言葉として、まあいろいろ語られているわけなんですが、この日本というヤあのえ文化的な類似とかね、まあ言葉であるとか、あるいはいろんなこの行事であるとか、まあ例えばあの山伏、日本にはあの山伏って言いますね。まああの装束、まあ実はあのユダヤにもそっくりなものがあると。あるいはあのまあ掘らないであるとかえ、祭りの時に用いるものがまあ非常に似ているとか、 またあの山伏が落ちる、いわゆるあの巻物ですね。えー、あの巻物も実はあのユダヤ人もですね、こういう巻物を使っているわけなんですね。その他のいろんなの類似点が、えー、この動画の中で語られておりまして、えー、ま、あの、いわゆるこの失われたアーク、性質というものがありますね。えー、これがの日本の御腰とまあ非常にあの、共通しているとか、 えー、言葉文化歴史こういったあのいろんな、ま、多岐にわたっているわけなんですねで外国人からのコメントも非常にあの面白いものがあふれておりましたのでこれをいかにあのご紹介させていただきます顔日本の村はすごくきれいだ私は日本をとても愛しているよ 私の日本人の祖先へ愛をこめて日本は最後の地上の楽園だねこれは本当のことだよ古くは奈良時代より前に日本へ中東の人々がやってきたんだそして日本人の DNA には D2DNA があるんだ D2DNA は地中海の東側からに見られる血液なんだ それこそがユダヤ人の DNA なんじゃないかなさらに、カタカナの読みと形はヘブライ語の符号と98%まで類似している。発音も同様だ。神道における儀式においては、実は、日本の神道とユダヤ教徒の間には、とても、たくさんの類似点がある。ヘブライ国から日本へやってきた人々は、多くはなかったはずだ。しかし、彼らは、 古代の日本人に影響を及ぼしただからこそユダヤ教の断片が神道の中に残され伝えられてきたんだ京都の発展に大きな影響をもたらした畑畑氏はユダヤがルーツの人たちだという話があるヤハタヤタヤハダハダなどいろんな呼び方があるまたヤハダは古代イスラエルの士族 イエフダじゃないいいかという人もいるしね。DNA 鑑定を行えばすべてが白日のもとにさらされるだろうイスラエルより日本人がユダヤ人だとははは面白いこと言ってるやつがいるなまあ確かに面白い動画だったぜ確かに日本人はユダヤ人とは違うしかし この2つの民族はさ同じ祖先を持っている可能性はあるよなるほどななんでユダヤ人があれほど頭がいいのかこれでわかるような気がしないか非常に興味深いなさらに日本語文化とヘブライ語文化の類似点もあるよね。 私はそれに同意します。日本語の基本的な動詞のいくつかはヘブライ語の動詞と似ているからです。略しかしイスラエルの人々は日本人の一部になっているのかもしれないそうかユダヤ人はなんとか日本人と一緒だと言いたいんだな日本に残るユダヤの謎じゃなくてさ ユダヤに残る日本のの謎じゃないのかよ。ユダヤが世界中に影響をもたらしているなんて言わないでほしい。そもそも日本人はあれだけ優れた精神性と頭脳を持っていてもユダヤ人のような先民思想やましてや中国や朝鮮キリスト教徒やユダヤ教徒イスラム教徒のような自民族中心主義でもない。 根本の人間性から違っていいると思わないかまあそれでも古代にユダヤ人と日本人の血が混ざっていることは多分間違いないだろうけど古代に散ったユダヤ人が日本からだけ帰らなかったと聞いたことがあるさすがのユダヤ人も日本文化には抗えなかったと言われているすっかり日本文化や日本人に魅了されて。 ついに祖国へ帰らなかったらしい恐るべし日本文化。俺は日本にキリストの墓があると聞いたことがある案外、それは古代に日本へ行ったユダヤ人のものじゃないのかなわからんけど遠い昔にシルクロードを渡り海を渡って日本へ行きそこで。 天皇の許可をもらって日本に定住した人たちがいました。その後に、秦という名前の部族が出てきました。この秦が神道と神社を構築したと言われています。秦はユダヤ人の失われた獣子族の子孫かもしれないという人もいます。淡路島にはナフタリ族の影響を受けた村や遺跡があります。高知県には、 古代ユダヤ人の痕跡もあります。実は日本中に、古代ユダヤ人の痕跡が残されている。なんだと、日本人がユダヤ人だと、面白いことを言う奴がいるものだな略、このビデオの制作者は、日本とユダヤという、 2つの非常に異なる文明の間に、相関関係があることを望んでいると思います。2つの名前は、ともに J で始まっています。ジャパンとジュデア日本とユダヤとは全く違う文化だよ。日本とユダヤの文化はよく似ているよ。それも古代のユダヤがそっくりそのまま残されているのが、日本の恐ろしいところだ。 そういえば日本の神社とエルサレムの神殿はよく似ているらしい。伊勢神宮と傘俺たちの国の元大統領が日本人に日誘ウソロンが真実だと語ったらしい。中、ベンツビ元イスラエル大統領のことだと思われます。話題満載テレビ。いかがでしたかこのほかにも。 たたくさんの書き込みがありました中にはこの件について本当に詳しい人もいて世界でも一部の人たちの間では日本人とユダヤ人の件についてかなり関心を持っていることがうかがえました。また日本は世界中から好かれているがユダヤ人は随分と嫌われているじゃないかという声や日本人はユダヤ人を嫌っていない唯一の国だよ。 という声までありました。皆さんはどのように思いましたか